皆さんこんにちは。さあ今日はね、僕はここは北海道立宗谷ふれあい公園という場所に来ています。ちょっと前にね、上げた動画でこの公園のね、向こうにある展望台のね、様子とかをお伝えしたんですが、まあ実際ね、その公園本体っていうんですかね、キャンプ場とか、多目的施設っていうのはね、どうやらこの展望台から下の方らしいんですよね。なんでね、今日はちょっとこの辺をね、ぐるっと回ってね、実際ここはどんな風な、様子なのかっていうところをね、ちょっとお伝えしようかなと思います。で、今日はね、ちょっとこう大きい機材というんですね、カメラもかなり大型のカメラ持ってきてるんで、まあ、ちょっと持ちながらね、歩いて話すことまでちょっと息切れとかするかもしれないんですけどもね、まあ、どうか許してください。さあ、それじゃあね、早速、この辺のね、風景をちょっと撮っていきましょうか。さあ、それじゃあね、この辺の公園歩いていきましょうか。今ね、僕たちがいる、現在地はここですね。で、今まではこっから車でぐーっとね、上がっていって、この展望台、この辺をね、中心に前は動画撮ってたんですよ。でも今回はここの展望台には行かずに、この周りですかね、ビジターセンターとか多目的用途で、右上方向には、キャンプ場ですか。あー、なるほど。で、こっちの方には子どものなんか遊び場か何かがあるのかな。まあ、とりあえずですね、このまままっすぐ進んで、ちょっとね、その辺の様子撮ってみましょうか。さあ、それじゃあね、今日は結構ゆっくりね、行きましょう。どうしてもね、僕のこの性格がね、せっかちなもんでね、もうなんか喋り続けなきゃ、撮り続けなきゃっていうね、なんだろうな、変な義務感じゃないですけど、まあ、そういったものがあってね、ついついやつぎ早にね、喋ってしまいます。なんでね、ちょっとこう今みたく一泊置いて喋んないとね、こうずっとなんか僕が喋り続けることにもなりますし、聞いてる方もなんかね、ちょっとお聞き苦しいところも、まあ、あるかもしれません。いや、それにしても今日すごいね、天気は良かったんですけどね、さっきまで。今ちょっと雲が出てきちゃったんですが、どうですか、すごいここ広くてね、いや、なんかこういうね、天気のいい日に来るにはなかなかぴったりなね、場所じゃないでしょうか。で、正面の方にはあれがビジターセンターですかね。で、こっち左の方にね、まっすぐ進めばね、キャンプ場があるかと思います。わ、そして向こうの方にはすごい、なんだろう、広場か何かかな、ありますね。僕はね、この辺ね、こっち来てから一回行ったかなっていうくらいのしか行ったことがないんで、ちょっとね、わからんことがね、はい、多いですね。ちょっとこのビジターセンターの中はさっきなんかね、あのお子さん連れの方とかが結構いたんで、この機材持ってブンブンやるのはちょっとよろしくないかな。なんで、ちょっと今このね、センターの中はパスをして、少しですね、この多目的なんでしょうね、この空間じゃないですけどね、グランドとかを少し歩いてみましょうか。あ、向こうの方にね、ゴールポストが見えるってことは、サッカーとかなんかできるのかな。あ、それにしてもなんかここあれ、水がほとんどないですけど、ね、ここにもしね、川とかでなんかこうジャーって流れてたらね、すごいここね、涼しくて気持ちよさそうですよね。で、気温はね、今日はまあ20度ちょっとなんで、そんな汗ばむような陽気ではないです。あ、そして向こうにね、あれ見えますかね、ちょっとズームしますけど、ぐーっと寄って、はい、これわかります、すごいね、広い場所にソーラー発電の施設がね、何十基あるんだろう、すごい数の、太陽光発電の施設が、並んでますね。で、その向こうの方にね、稚内では多分唯一かな、野球場があるんですが、この僕の指の先にね、あそこがね、ナイターとかの設備もあって、割とこの町のね、規模にしてはすごく、野球の施設はね、よくできてますね。たまになんか日ハムのチームも来るみたいですが、はい、さあ、それじゃあこの多目的グランドちょっと歩いてみましょうか。おー、すごい綺麗にね、草もね、刈られてて、いやーね、スポーツするとかすごくいいかもしれないですね。あとはね、まあ、これだけ広いからどうかな、ドローンとか飛ばすのはちょっとまずいかな、この辺。はい、今ねふと思ったんですけど、まあ
この向こうですね、今僕がぐっとカメラ向けたすぐほんの数キロ先に空港があるんで、確か空港のね周辺って5キロ、半径5キロでしたっけ、あの飛行ができなかったはずですよね。それ以外にもあの最大高度とかが制限されていたりするんで、ちょっとねこの辺でちょっと飛ぶものはねダメかもしれないですね。いやー、それにしてもすごい広さだ。うん、虫もそんなにいないですね。で、あ、ここがこのビジターセンターの裏に当たるんですか。へー、なんか面白い建物ですね。あの向こうになんか三角形のピラミッドみたいな、ガラス張りのピラミッドみたいなのがあって、中は植物園かなんかかな、あの作りだと。多分中になんかね草木があるんでね、あれ冬の間でも、うん、中で遊べるようなね施設がきっとあるんでしょうね。で、こっちはなんか5番の旗が立ってるから、多分パークゴルフ場だと思います。へー、あ、本当だ、なんかいろんな人があの回ってるから、ゲートボールじゃないよね、うん、パークゴルフだよね、はい、多分そういうのはねあるんでしょうね。あー、いやー、今日の機材がBBL Westアルファ6600でね、18105G なんでね、結構ね重たいな。うん、短いね時間、なんかこう1カット1カット撮ってでやるだけならいいんですけど、ちょっとこういうなんだろう、散歩しながらのあれには少し向かないかもね。さあ、ちょっとね疲れてきたんで、あのジンバルの持ち方をね買いました。今ねこのフロントグリップですか、これを持ってね吊り下げ式に歩いています。あ、これはねいいですね。このサイズのジンバルでこんな風に持って歩けば疲れることはないですが、あれでもかなりこれ視点がね低くなるんで、なんか皆さんには低空飛行の映像を見たくなってるかもしれないですがね、ちょっとね許してください。ほんとね、もう3分くらいずっとこの姿勢で持つと疲れてきますね。あ、すごい、向こうの方でゴルフやってる。あー、今だったらねゴルフすごいいいかもしれないですね。なるほど、どっちかっていうとここはパークゴルフが盛んみたいですね。向こうの方になんか大きい施設がある、なんでしょうね、休憩所か何かかな、それともパークゴルフの受付なのか、ちょっと行ってみましょうか。あ、そうそう、あのゴルフ場の向こうにねこれ見えますかね、ロッジか何かだと思うんですよね。あー、なるほど、この普通のキャンプだけじゃなくて、このオートキャンプ場としてもなんか機能してるっぽいですよね。ほら向こうにね小屋がねいくつか並んでますし、あと向こうの方にはキャンピングカーみたいなのもね結構止まってるんで、なるほど、アウトドアの場所としてもここはすごい重宝されてるみたいですね。さあ、一段落ね、つける場所に到着しました。で、さっき言ったあのキャンピングカーとか止まって小屋があるって場所、ここですよ。ここはね、どうやらね、やっぱりロッジのようですね。今ね、こう地図を見てるんですが、いや、僕たちがいるところがここですね。なんで、だいぶ歩いていきましょうね。ぐるっと半周ぐらいして、半周ぐらい、してきたのかな。で、ここがね、さっき言ったこのロッジのある場所ですね。やっぱここはキャンプ施設なんでしょうね。結構お手洗いとかね、なんか結構ありますね。他にもなんかテント置く場所あったりとか、自動販売機とかね、はい、割とこの辺アウトドアとしてはね、しっかり作ってるんでしょうね。で、さっき言った通り、やっぱりここはパークゴルフ場でした。なので、そうですね、これからまたここぐるっと回って入り口にこのビジターセンターですか、ここに戻っていきましょうか。さあ、さっき言ったこの休憩所的なところがあったんで、ここね、中に入ってみましょう。キャンパーズハウスって書いてますね。朝の8時から21時までやってるみたいですね。よいしょっと、ぐーっと中には、お、自動販売機とかお手洗いとか、あ、なるほど、そういった感じの、うんうん、施設なんですね。で、中にはね、これ電子レンジと、あ、ポットもある。なんで結構お手軽にね、キャンプ場来れそうですね。
他にも、男女のお手洗いだとシャワーとか洗面室もあります。であとはこちらゴミ箱かな、はい、それ以外にも、あ、すごいランドリーって書いてあるからあれですね、あの洗濯とかできる場所でしょうか、ちょっと中入ってみましょうかね。ああ洗濯機と乾燥機がずらっと並んでるんでね、全然これだったらねキャンプしに来てもあれですよね、あの洗濯とか困らなそうですよね。でさらにこちら、はい、無料のねなんか洗剤とかもあるみたいなんでね、なんか意外にここすごく、ね、設備整ってますよね、うん、なるほどなるほど。でこっちの方にはコインロッカーもあるみたいです。なんかねここアウトドアにね来た際にはぜひ皆さんねこう利用してみてはねいかがでしょうか。さあさっきのキャンプハウスの裏にやってきました。裏の方は本当にね、キャンプ場って感じがしますね。でねもう割と本格的にキャンプやってる方見られますね。で水飲み場とかもね、ありますし、これ以外にも、この辺でね食器とかね洗うこともできそうなんで、いやここ初めて来たけどなかなかねいい場所ですね。はい、というわけでこのねパークゴルフ場と、このキャンプ場ですがぐるっとね回ってきましたが、どうだったでしょうか。すごくねここ広くて、緑もいっぱいあって、うん、いいですね。ここね写真撮りに来るもいいし、ね、あとこういったパークゴルフやるもいいし、まあ、やっぱ一番はアウトドアですかね、はい、キャンプとかねそういったのを楽しみたいっていう方でしたら本当ここもう設備もすごくいいですしね、お手洗いとかああいった電子レンジとかねそういったこうキャンパーハウス的なところもあるので、はい、一度ね稚内にアウトドアとかでね訪れた際には来てみてもねいいんじゃないでしょうか。であとはもうこの辺は何にもないですね。あ、風がすごくね気持ちいいです。気温はねやっぱ20度とそこまでね暑くもないんで、ただこの機材を、まあ、常時ね持って歩くともう腕がね疲れてきます。うん、あ、それでもね、いろんな方にね、こう、ね、アドバイスいただいて、まあ、なるべくね、こう、息が上がらないっていうか、矢継ぎ早にね、喋らないように、まあ、少しね、こう、間を持たせるようにして、今はね、喋るように意識をしています。あ、こっから真ん中、突っ切ってさっきのビジターセンターに戻れるから、こっち行こう。はい。どうしてもね、その YouTube の動画って、もう本当、1秒でも間が少なくみたいな感じで、とにかくすごいみんな矢継ぎ早に喋るのがなんか良しとされてるっていうか、まあ、そう思ってた時期は僕もあったんですよね。でもやっぱり実際問題ね、それがずっとできるかっていうと、まあ、ちょっと難しいかな。まあ、人間なんてね、噛んだりとかちょっと言い方間違えたりとか、まあ、そういったこと結構あると思うんですよね。でそれをもう一個一個修正していったらね、本当時間がいくらあっても足りない感じなんで、ちょっとねこれからはこの動画のね形式自体はあんまりその変わらないですけど、ちょっとした間とかだったらねそのまんままあ撮っちゃおうかなって思ってます。今見たらほらちょっとって言った時に、まあ、少し間あったじゃないですか。そういったね、まあ、少しの間をねうまくこう息継ぎのタイミングに変えて、なるべくねこうなんか自然にぜいぜい聞こえない感じにね撮っていきましょう。お、そしてあそこがビジターセンターで、今ぐっとねズームで寄っていきますけど、よいしょ、はい、あれ見えますかね、ちょっとうっと難しいな、はい、あったあった、あそこ、あの三角形のこの上っていうのがもう指がズームで消えちゃった、あの三角形の建物の上の方にあのなんか白い建物きっとあると思うんですよ、画面の中心にね。あれがあの僕が前にいたね、展望台のところにある広場のあの一番上の、公園っていうんですかね、はい、展望台があります。こっから見るとねあの位置にあるんだ。こっからねあの展望台から
大沼がね綺麗に見えて、天気のいい日だったらねすごく見どころがあるんですが、ちょっと今日見たくねガスがかかっているとどうかな、空港くらいまでだったら見えるかもしれないですけど、うん、またこれはね天気のいい日にあの公園は、まあ、行ってみようかなと思います。さあちょっとした高台があったんで、ぐるっとここね見て回りましょうか。ちょうど僕がねあの今日ぐるっと一周してきたあそこがこう、パークゴルフ場と、あとあれですね、キャンプ場ですね。でここをぐるぐるっと回ってきて、はい、ここまでねやってきました。いやーなんかいい運動になりましたね、うん。さあさあそれじゃあ、あとは特にあれかな見どころさんもなさそうなんで、さっきのね入り口まで戻りましょうか。はい、さあそんなわけでね、ぐるっとこの公園をね一周してきましたが、どうだったでしょうか。いや本当にね今日は天気も良くてね、この風も吹いててすごくね過ごしやすかったです。でもうここはですねそのね散歩によし運動によしで、あとアウトドアによしってねすごくこう多目的に使える施設ですし、あとはですねこういったビジターセンター的なものもありまして、ね、小さいお子さんとね、一緒に行ってもすごく楽しめる場所だと思うので、ぜひね、ここ稚内に来た際にはね、ご利用してみてはねいかがでしょうか。いやーそれにしても今回のこの装備はあれですね結構ヘビーでしたね。いやー改めてちょっと自分の体力のね、足りなさっていうのをこうなかなかね痛感させられました。で、まあ、動画のね撮り方っていうのも、まあ、さっきも言ったんですけども、今後ちょっとだけね変えて、こう喋りの間とかをね少しはまあ入れてちょっと落ち着きのある感じでね動画で、ね、撮っていこうと思います。いつもねせっかちですからね。はい、さあそんなわけで、今日はねこんなところで終わっていきましょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。今後動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。